伝えてきた。
品でキラキラという曲でした。早速ですが2曲目にお送りするのはプラマイという曲で、この曲私たちさっきもアイコを愛するって言ったんですけど、みんなアイコファンなんですけど、そんな私たちアイコファンから皆さんにプラマイに関する豆知識っていうか、なんかプラス情報なんですけど、プラマイって皆さんご存知ですか？あんまりそんなにメジャーな曲じゃないんですけど、ぜひPV を見てほしいんですけどPV を見たら多分皆さん次聴くときすごい印象が全然違うと思うので、ちょっとそのなんか伏線というか片鱗というかが歌詞にも散りばめられているので、よろしければこちらの方にも注目して聴いてください。プラマイ。ごめんなさい、もう一回お願いします。今日何